こいつがエルウェイ、本名はペドロギル。今考えてることを当ててあげる。こいつの身に一体何があったんだって思ったでしょ。何万眼光って知ってる？私も知らなかった。何万眼光っていうのはコカの葉を高品質なコカインに加工するためにビーヤベルデで採掘しているものよ。だからなんだって？エルウェイのお父さんもおじいちゃんもひいおじいちゃんも鉱山労働者だった。他に選ぶ道がなかったのね。エルボキータが現れるまでは。もっと稼ぎたいか？彼には大金を稼ぎたいっていう野心があった。誰も見たことがないような高品質のコカインを作るため何万眼光を改良したかった。その野心が文字通り爆発したのよ。情報によると LA は基本的に親しみやすいわ。部下に優しく、ユニダットとも友好的。ただし絶対絶対顔をバカにしちゃダメよ。LA とユニダットのベント副官の間に亀裂を入れる方法を見つけたい。調べてみて。見ろ、ビアベルデロンカルテルの活動拠点に違いない。ミッションの拠点になってるはずだ。調べてみよう。ドローン準備完了。武器が設置されて新たな敵を発見。気をつけろ、タレットだ。またいた。あいつで5人だ。反乱軍にエリアの偵察をするよう頼んだ。カルテルの本部ビルを発見。近づいてみるか。シカリオを2人確認。本部の前だ。
¡Sí! ¡A huevo! ¡Mira, el tesoro! ¿Qué es ese desmadre? ¡Hay algo! ¡Oyen o no! ¡Liokai! ¡Idou suru! ¡Target kakunin! ¿Hay algo? ¡Nerayasui ichi ni idou suru! ¡Tranquilo, vato! ¡No fue nada! ¡Target o hosoku! ¡Yatsu wa oshimai da! しかりよだ。悪いな。俺たちを探してる。気をつけろ。反乱軍に増援を頼んだ。構え、撃て。了解。敵を仕留めた。準備はいいか。撃て。了解。奴らがこっちに来るぞ。俺たちが引き上げたと思ってるな。敵を排除した。待ってろ、今向かってる。ずいぶんと待たせてくれたな。タンゴダウン。敵を排除。クリア、もう大丈夫だ。配置に着く。ターゲットを確認。待機する。撃つぞ。敵の増援がせ、この銃を見てみろ。自家製のショットガンの弾薬だ。メキシコペソとバードショットが詰めてある。名刺みたいなもんだ。 LA が自分で撃ったという証拠だな。回収してボーマンに連絡するぞ。LA をはめる方法を思いついた。ユニダットの隊長を始末して LA の銃弾を現場に残して罪をかぶせるんだ。最低ね。やってちょうだい。俺が操縦する。気づかれたぞ。
ドショットとペソを詰めるとはいい考えだ。子供の頃うちの近所じゃ岩塩を入れてたな。傷口にしようか。そいつはいいな。思ったよりも近代的だな。その点はカルテルに感謝するべきかもな。そうだよな。鉱山の開発までしてもらって、しかも他の鉱山よりは安全なはずだ。敵がいるぞ。ドローン展開。ベント隊長だ。片付けよう。ライトパネルがあるぞ。あいつで3人だ。サブマシンガンを持ったターゲットがいる。発電機を見つけた。反乱軍にエリアの偵察を要請した。敵がノイズメーカーに向かってる。待て、奴らに見つかるぞ。今のが最後の警報だ。少なくとも航空支援は来ない。了解。狙いやすい位置に移動する。いい位置に移動する。ターゲットを確認。ターゲットを発見した。タンゴダウン。Necesitamos un descanso, carajo.
配置につくぞ。ターゲットを確認した。ターゲットロスト。ターゲットを確認。タキスユニだっての隊長を始末した。ショットガンの弾を仕込んで引き上げるぞ。ショットガンの弾を証拠にユニダットは LA を疑って奴は孤立する。よし、新しいネタを探すぞ。ビーアベルデの組合のリーダーと話をして、鉱山労働者たちがカルテルの何万岩鉱を掘るのをやめるよう説得してもらって。話しに行こう。サンタブランカの兵隊どもが邪魔らしいな。当然だろう。奴隷になりたいやつなんていないさ。連中を排除すればこの鉱山から出ていくと。無理だな。一人残らず殺すってんなら話は別だが。できればそうしたいがな。だがあんたが家族をまとめて逃げるくらいの時間は稼げる。そりゃ助かる。連中はサンマルケサにある俺たちの土地を占拠してる。鉱山を一掃してくれれば俺たちは自由だ。それならできる。ターゲットを捕捉、周辺に注意しろ。スナイパーだ、塔の上にいるぞ。反乱軍にエリアの偵察をするよう頼んだ。機銃を確認。了解、配置につく。狙いやすい位置に移動する。了解、ターゲットを捕捉。ターゲットを捕捉。やったぞ、やつを倒した。反乱軍に増援を要請した。俺たちがいることに気づいてる。静かにな。こっちに向かってる。気合を入れろ。ここは鉱山労働者のものだが、サンタブランカがうじゃうじゃいる。一掃すれば労働者たちも真っ当な職に就きやすくなる。すぐに味方が向かう。おい、ここに地雷をセットする。
待て、地雷をセットする。了解だ、移動する。了解、ターゲットを確認した。敵を攻撃する。悪党が一人減った。了解、配置につく。了解、ターゲットを捕捉。どうだ、こっちは大丈夫だ。大丈夫だが弾が欲しいな。こっちも大丈夫だ。少し苦労したな。銃撃戦が嫌なら平和部隊に入るんだな。気をつけろ、敵がいるぞ。銃機関銃を構えたカルテルのメンバーを確認。拠点の入り口付近だ。武器が設置されてる。新手の敵だ。敵をマークした。三人目がいた。発電機を見つけた。エリアの偵察を要請した。奴らの電力を止めるか。奴らは電気を使えない。配置につく。ターゲットを確認。もっと狙いやすい位置に移動する。分かった。ターゲットを確認。位置につく。準備完了。合図をくれ。撃つ。排除した。了解だ、移動する。了解、ターゲットを捕捉。これで粉を白くするのは難しくなる。南蛮眼光は浄水にも使われてる。他の方法でもできるだろう。どうせペットボトルの水しか飲んでなかったし。サンタブランカの南蛮眼光を生成している2つのラボを潰して、その損失でカルテルのコカイン生産は何ヶ月も滞るわ。おい、カルテルの兵隊が2人いる。
いたぞ、足場の上だ。警報を発見。警報を止めた。しばらくは援軍が飛び込んでくることはないだろう。ドローン展開。ガンタレットを発見。3人目の敵を確認。サブマシンガンを持ったやつを見つけた。反乱軍にエリアの偵察をするよう頼んだ。配置につく。位置を変えた方がいい。ユニダットの兵力を見よかがめろ。ターゲットを逃がした。ターゲットを捕捉。ターゲットを確認。配置につかせてくれ。狙いやすい位置に移動する。合図をくれ。敵を仕留めた。危なかった。ジャレ、見つかるぞ。待て。チンガド、イトチャスプレベス。了解、移動する。位置を変えた方がいい。待て、狙いやすい位置につかせてくれ。了解、ターゲットを捕捉。ターゲットを確認した。戦闘準備完了。敵を排除。地雷をセットする。少し待ってくれ。よくやった。片付けて先に進もう。警戒してやがる。気持ちいいジャンプを期待してるぜ。準備はいいか。撃て。攻勢を開始する。手の視界が向かってくるようだ。
こっちに発電機があるぞ。巡回し、こっちに向かってくる。どうする？よし、大丈夫だ。サンタブランカの何万眼光を生成している2つのラボを潰して、その損失でカルテルのコカイン生産は何ヶ月も滞るわ。バックカタリー乗り物を頼む。警報を発見。反乱軍にエリアの偵察を要請した。今のが最後の警報だ。少なくとも航空支援は来ない。ターゲットを確認しろ。ターゲットを確認しろ。民間人がいる。ライフルを持った奴らがいる。安心しろ、まだ大丈夫だ。下がれ、下がるんだ。配置につく。ターゲットを発見した。攻撃を開始する。全部片付いた。またラボンあったぞ。大学時代を思い出す。有機化学の教授への鬱憤が晴らせそうだ。この辺りに何か情報がありそうだな。随分厳重だな。濡れ衣作戦は成功ね。ユニダットがエルウェイを追ってる。
先に彼を捕らえてかくまってあげる代わりにカルテルに関する情報を洗いざらい教えてもらいましょう。刑事手当つくだろう。戦闘手当は3倍でもカウンセリング料は割高らしいぞ。ドローン準備完了。反乱軍にエリアの偵察をするよう頼む。ユニダットは LA の車に追跡装置をつけてる。なら奴らより先に見つけないと。蜂の巣をつついちまった。俺が操縦する。お客さんだ、気を抜くなよ。ハック係に増援を要請した。俺を捕まえるのにちゃんとプロが来たことは認めるぞ。いや、どうも。静かにしろ、歩け。こっちは大丈夫だ。今までうまくやってたんだぜ。岩を掘るのも得意だしな。
鉱山で泥まみれになった大人たちが家に帰ってくるのを見て育ったから当たり前だ。ただ周りが社会主義とか共産主義のやつばっかりでな、いつも作業員を組織化するなんて言ってるけど何もできてない。共同体とかな。でヘルメットは何色にするかとかくったらねえことをいちいち多数決してる。違うシフトの連動くな。ミスターエルウェイ、本当にイケメンね。そうか、分かったぞ。こいつはスパイか。座れ。待てって、馬鹿にしてない。けどな、口は割らねえ。男らしく強がりたいのは分かるわ。でも必ず喋ってもらう。残った部分を燃やすことになってもね。焼死体なら処分する手間も省ける。おい落ち着けよ。少しくらいなら話してもいい。落ち着けって。